はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。あんまり聞いたことないブランド名ですけど、ウェストミンスターっていうのがあるんですね。象牙の年代はそこそこ経ってます。日本ペダルのピアノですけども、弾いてみたら結構音いいんですよね、これ。結構パワーがあって広がりがあってですね、ちょっとびっくりしましたね。ただ年代が経ってるのでね、それがですね、まあ、気にされる方はされるかなと思うんですけど、猫足、軽い猫足の日本ペダルの、全て象牙です。これ1枚象牙かな、2枚象牙かな、ちょっとそれ分かりにくいですけどね、あんまり筋見えないんですけど、はい、象牙です。象さんの際でできてますね。色は黒です。黒いピアノですね。はい、傷の状態ですけど、まあ、ポツポツとこういうとこ当て傷はあります。蓋の上も何箇所か、そんなでもひどいほどじゃないですけどね、ポツポツと色も少し、白っぽくなってますけどね、まあ、外装磨けば綺麗になるとは思いますけどね。はい、こんな感じで中はこんな感じですね。まあ、ハンマーもファイリングすればね、綺麗になりますからね。はい、これはスワン楽器製造、スワン楽器製造いうところで、あ、記録表が残ってるんですね。一番ここに書いてあるんで、昭和46年で書いてありますけどね、スワン楽器っていうね、聞いたことないですけども、楽器屋さんの後ろをちょっと見てみましょうか。後ろが柱が6本、あ、頑丈ですね。頑丈に作ってあります。6本柱ですね。で、音なんですけどね、ちょっと聞いてください。大きさ的には大型なのでね、パワフルですね。ウェストミンスター13377という製造番号で、まあ、おそらくなかなか入手できないモデルだと思いますけどね。中音部すごいなります。気持ちいいぐらいになります。まあ、普段の練習なんかね、全然問題ないですね。きちんと全部ね、いい感じ、いい雰囲気ですよね。さてね、ちょっと響きですけども、こんな感じね、この音の伸びいいでしょ。適当ですみません。良い子の子供たち真似しないでください。こういう適当な弾き方はね、ちゃんと先生習ってくださいよ。はい、音狂ってますけど大丈夫ですね。デジタルピアノ買うと思えば本物のピアノで練習してほしいなと思います。年代経ってるのでお値段はお安く出します。現状販売ということで、外装の汚れはちゃんと取りますよ。取って調律もちゃんとしてから出します。現状のままで、お安く出したいと思いますので、デジタルピアノを買おうと思っている皆さん、ちょっと待ったということで、本物のピアノでね、ある程度上手になるまでね、使っていただいたらいいかなと思いますね。ウェストミンスターピアノのご紹介でした。それではさよなら。